皆さんこんばんは。金曜日の夜、いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。どんな一週間をお過ごしでしたでしょうか。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節宗家一中先生と語る心整う時間。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いよしろます。しくお願いします。はい。じゃあ、いつものように、一部しかお聞きしはね、たい大と丈夫思でいす。でもます。いただいきて。ます。そうですね。大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。Facebook で見ていただいている方、ありがとうございます。はい。じゃあ、読ませていただきますね。はい。一部しは、江戸浄瑠璃系三味線音楽の、源流。初世、都太夫一中は、慶安3年、1650年に、京都、妙福寺、住職の次男として生まれ、当時京都で盛んだった様々な三味線音楽を次第に統一し、後には江戸にも進出して一中節を確立した。江戸時代には一中節の稽古本のない家はないと言われるほど、一中節は一世を風靡し、江戸の町人の上流階級に愛好され楽しまれてきました。なるほど。英語もちょっと読ませて、練習中です。読ませていただきます。はい。History. The Ichibushi is the origin of Edo jewelry style shamisen music. Miyako Ichi first was born in 1650 as the second son of the abbot of Myofukuji Temple in Kyoto. He gradually unifies the various types of shamisen music that flourished in Kyoto at that time. He later moved to Edo, the former name of Tokyo, where he established the Ichibushi style of music. In the Edo period, 1903 to 1867, the Ichibushi became a dominant influence that was said, there's no house without a mouse and an Ichibushi practice book. The upper class of Edo merchants were especially fond of it. おとといお稽古で、やっぱり一字一字、一節の音の出し方を、先生に習っていて、本当に面白くて、やっぱり今私発音もちょっと、またアメリカ、英語の発音をちょっと今習ってるんですけど、やっぱり一字一字、一つ一つの発音記号をもう一回、声の出し方とか、下の位置とかやってるので、ちょっとそれと比較して、本当に今、面白くて、なんか差がわかると、ちょっと出しやすくなるかなと思って、なので、ちょっと二人でも稽古しようかなと思いました。例えば、K の発音とかも、今先生がなんか、あ、いやいやいや。すいません。あ、すみません。どうぞ、先生。現代人が、一中節、その時代の日本語を発音するとなると、やはり外国語みたいにね、やっぱり一字ずつそうこうですね、よね。そうだと思います。日本語の原点だと思いますけど、違いますね。またもちろん平安時代の日本語は、とか、室町時代とか、信長とかね、どんな日本語を話してたのかな、ここも残ってないかわからないけど。面白いですね、それを考えると。これやっぱりだからちょっとね、一節なんか昔はやっぱりその今みたいな音をね、音源がないからお稽古でしか聞かないけど、やっぱり耳から入ってそれを表現していくっていうのって何でしょうね。やっぱその、すごく単純に、今みたいにそのなんか西洋音楽みたいで、例えば五線譜があってこの音がこの音がっていうのと違う、やっぱりその伝承に近いところのなんか、そうですね。音ですよね。理屈的に結構音楽、西洋音楽は数学的ですよね。幾何学的というか、そういうふうに積み重ねていって、構造的にも。だから楽譜があると予定することができるんだけども、頭の中の構造もきっと、物の思考回路はそうなんですけども、いろいろな定理というものを考えたりね、哲学もああいった意味の、哲学が発達するように、
でも、日本の方は非常に感覚的っていうか、うん。言葉に置き換えない感覚を大事にして、言葉に置き換えた途端にそれは意味がなくなるみたいな、本当の意味は伝わらなくなるみたいな、まあ、言語道断っていうね、言葉があるように。そういうふうに、だけど、非常に精緻な、構築力で組み立てられているのが面白いなと思うんですよ。非常に感覚的でありながら。だからまあそういう、まあ、美術でもね、そうだと思うんですね。浮世絵でも、もちろんその今の日本画でも、それからその当時のいろんな工程とかそういうのでも、後から分析するとこういう構造的にこうだって言うけど、もっとそれ、そんなに分析できないほど、もっと精緻な構築力でできてるっていうのが、まあ、職人芸というか、日本のもう発想の仕方、そういう音楽構造、非常に複雑なんです。ただ、細かくて精緻でね。だけど、すごく身近にもう年中聞こえてたから、みんなそがうでやっすてね。て、だから理解できたし、すぐ門前スッのと工夫入ですれね。たんですね。それ今の時代はほとんど聞こえる、こういうものが聞こえる時がないわけだから、今の人がこれをやるっていうのは僕も含めてものすごい大変です。やっぱり音だ楽っからてそれ慣れがです必から。要です。そうですね。まあちょっと自分の変化を楽いしや、みだつからよつ。く先生がおっしゃるあれで、お稽古してると、お隣の家からなんかね、お三味線やってると、その音は荷が上がってるとか、なんかそうやって、それって、やっぱりそういう環境、高め合えるだけの環境だったってことですよね、そうですね。放っておけないというかね。そういう本当に道歩いてる人がちょっとそこ違うんじゃないのっていうようなことをね、覗きながら言ったりね、とかうまくなったねって言ったりですね、もうそういうみんなが分かってた環境っていうのが、本当にあったって、まあ岡本喜堂なんかいつもね、申し上げるように書いてますから、三味線が聞こえない路地がなかったっていうくらいですからね、東京になってからですね。明治初期っていうか、この間面白いこと言ってる人がいて、官僚も、明治30年まではすごく日本の官僚は立派だった。だけど、明治30年以降の官僚は全部ダメだって言ってる人がいてね、これアメリカのいろんな、アメリカにいながらいろいろ国際政治を研究していた。で、それをどうしてかっていうと、明治30年までの官僚は、徳川の教育を受けてるからだ。だから、違うんだよ。自分で物を考えることができた。だんだん自分で物を考えられない教育を、自分で物を考えてはいけない。いわゆる上からの言うことを聞いて、そのまんま、忠節を尽くすを本分とするじゃないですけど、そうなっちゃったのが、今ずっとそういう教育が行われてるでかもら。その通りなんですよね。多分なんかたまたまちょっとこの間もお話したんですけど、今ちょうど海賊と呼ばれた男もう一回ちょっとなんかあれしてるんですけど、中でやっぱりGHQ の人なんかにしても、やっぱりそういうまあ日本の官僚はもう本当に今もう猿みたいなもんだみたいなんだけど、やっぱり出光佐三は本当に侍だって言ってもう称賛されたり、で、あの人は自分の社員を家に住まわせて育てた時に、奥様がなんかもうちょっとこういう時はこうしたらいいんじゃないって指導をした方がいい、そしたら、その時に、そうじゃなくて結局自分で考えることを学ばないとためになるってことを言ってですね、なんかそれで、やっぱそういう人の育て方をしたみたいですね、やっぱね。そこら辺は本当に違いますよね。そだから、れは不思議なんですけど、小山さん、あれですね。私たちは自分で考えないような教育、詰め込み教育って言われていて、欧米の教育は自分で考えさせるからいいっていうふうに思ってるじゃないですか。そういうふうに言われてきたんですけど、実はその前の教育、戦後の前の教育は自分で考えさせる教育だったっていうことになりますよね。
そうですね。特に寺子屋とかね、江戸時代からの、そうですそよういね。う、まだ徳川時代のですね、そういう、やっぱり文化がものすごい高度だったんですね。洗練されていたっていうか、どうしてもそうじゃないとこういう芸術は生まれないだろうと思うんですよ。よほど思考回路がこうか、そういうふうに高度に、なんていうのかな。いろんないい意味で圧が、ダイヤ、あの炭素の圧がかかるとダイヤモンドになるみたいに、そういう熱意というか、あれは、だから、教えられることをこなすだけで精一杯になってきちゃったっていうのがちょっと、ね、なんか気の毒に思いますよね。とても今、僕はとても今で、そういうところにうちの子供たちにそういう時代で頑張っちゃったんですけど、その受験とかで僕も今、稽古場で使わせていただいているところの下が全部学習塾に貸してらっしゃる。そこで皆さん、もう今、夏休みでも毎日ね、帰ってきてるけど、この勉強楽しいのかな？あんまり楽しそうじゃない。なんか辛そうな。そうですね。予備校は特に楽しそうです。で、受験っていうところが、それから、あと、この前、なんとか塾っていうのを前、車で通りがかっても、夜の11時半、11時半ぐらいでも、まだ、明かりがついて、生徒いるんですよね、受験の、そうですよね。夏休みでね、こいや、の、本当そうなんですよ。でも今ちょうどそのお稽古場のお話になった時、さっきの先生のお話の中で、やっぱりそういう、環境で周りの人がやっぱり音を聞いてどうだって判断してくれるとか、そういう話の時に、ちょうどたまたまこの間のおさらい会の時に、そのお稽古を貸してらっしゃる先生の方が、僕が終わった後に、後でお話ししてたら、あなた今何年やってんのって言われて、いや、今まだちょっと自分でちゃんとおなら、あの習ってからまあ2年ぐらいでって言ったら、なかなか良くなってきたわねって言われて、やるわねみたいなこと言われて、なんかそういうのってはちょっと嬉しいじゃないですか、そういう、そうよって言われたんですけど、そういうのってなんか大事だなと思いました、だからだすごから、よく聞いて勉強してくださってる感じですよね。勉強っていうか、聞いて楽しんでくださってる。だから僕は前に申し上げたんですけど、打ち出しシステムっていうのは非常に優れたシステムで、ずっと掃除してても、洗濯してても、子守りしてても、お炊事してても、お師匠さんも人に稽古してるのは一日中聞こえてるわけですよね。それじゃなきゃ、そういうこただと打です。ち出しじゃないんですね。それって、それが知らないうちに身につくんです。それでこうやってみなって言ってやってみると、できなかったりできたりして怒られたりと、それはどういうことかっていうと、その一瞬のふっと耳に入ったそこの節だけは覚えちゃってるそうなんです。それから、順序だったと思う。それの積み重ねで、できるようになってしまう。それをまあ、5年とか10年とかやるとね。だから、それがね、僕スピードラーニングっていう英語の勉強の、学習のあれが今、ありまして、僕もそれ、買ったことあるんですけども、あれ、打ち出しシステムだなって、ただ聞いてなさい。英語と、英見語、よう見まねみ英たい語と日本語。で、決してあれだけやな。まあ、ったそかうっですて聞いてね。たって、話せるようにも、理解できるようにもならないんですけど、かなり聞き取れるようになります。これだから多分その技術的なものだけじゃなくて、例えば昔のその住み込みのデッチみたいのを朝から掃除して、店主と一緒に住んで、あれって多分その技術の分野だけじゃなくて、例えば経営とかそっちもそうですけど、このそうで店す主ね。は何を考えて、何をこう、どういう時に何をしてたかっていうのを多分学ぶんですよね、そやっのぱ時期。りそう体で学べる、実際に肌で学べると。だから、僕、若い時からね、そういう、実際にそういう仕事に、本当に、丁稚じゃないけど、つかせてもらって、もう本当に、小学校卒業してぐらいでね。それで、そこで実地で学びながら、実地でいろいろ、手伝わせて、こき使われながら、勉強もしていくという、勉強もさせてもらってから、その方が強いと思うんですね、早く。
小学、中学行く前に、お就職しちゃう。それで、それから、それをしながら、その仕事に即して、いろんな大学も身につけていった方が、教養も知性も、実地で身についていくんじゃないか。まず、それで幅広く、だんだん知らないと、やっていけないんだってことになって、どんどん深くリベラルアーツについていったり、他の学校についていったり、そういうのがなんか人間が作られる。まず、なんだかわかんないけど、とりあえず、20歳過ぎまで、いや、面学校白だそけ行う。ってて、これなんかもったいない気がするんですよだね。から、ケリーさんなんかどっちかというと、いろんなものを学びたい人で、なんかこう、学ぼうとしたんですけど、でも、うちの今、仕事全部手伝ってもらってるんですけど、こうやって、多分、なんか関わってると、逆に今、例えば展覧会行ったり、美術館行ったり、作品を見たときに、あ、これは誰ですねって、自然と言えるようになるんですよね。これってだから学ぼうとしてるわけじゃなくて、身についてるわけじゃないですか。これがやっぱりそのなんかね、それが本全部そうで当すに必要な、よそのね。なんか本当のスキルというか、学ぶのは本当はそっちって、でも日本の人って学ぼうとするじゃないですか、なんかこう。学ぼうとしすぎると、大事なものから離れていくというか、なんか こう学問というか、そっちに行ってしまうというかですね。表面上を学んでしまうので、なんか本質からずれるようなとこありますよね、なんかね。さっき海賊と呼まあ、ばなんれか、てるっはい、て言って、はい。どうすぞ、どうぞ、はい。みません。お話ししてらっしゃるやつだね。僕もそういう海賊と呼ばれた男、いわゆる出光和夫さんが、本で読んだり、人から聞いたことが、自分の、身にはつかない。自分で考え抜いて、こそ自分の身につくんだ、ということを中に書いてらっしゃるのを思い出しましたね。だから本で読んだのは知識としては、これはこうなんだ、あれはああなんだ。人から聞いても、これはこうなんだ、あれはああなんだって、聞いてれば言えるし、読んでれば言えるんだけど、それが本当の身についた知識じゃないんですよね。だから僕はまあ自分の専門についてだけしかわかりませんけれども、いろんなことをこれは、事務所等で、よく分かったようにおっしゃる方もいらっしゃるんだけども、この方はこの本のあそこの何ページのとこ読んだからこれ言ってんだなっていうのが分かっちゃうような知識では、やっぱり身についてないなと、知ってるよってことを言ってるんですよね。だからどうしたみたいになっちゃって、それは残念ですね、非常にね。そういう勉強がね。だからワインだっ本当て知そう識なんで読ですんで、ね。学そうです。んで本当ですよ知ね、ってはるい。のと、味わって知ってるのと、味わって身についてるのは違う、僕はわかりませんけど。そうですね。なんか、わかりますよ、その差が。学んで知識で来てる方と、本当に身についてる方っていうのは、やっぱ違います。分かる人に分かっちゃうから怖いなと、僕もうっかつな、浅い知識で。いや、わかる。例えば、全然。先生がどっかに行ったときに、何かの音を聞いたときに、これはあれですね、これはあれですねって分かるじゃないですか。でも、分かんない人からすると、さすが先生、そういうこと分かるんですねってなるじゃないですか。これはもう身についてるだけで。でまあ、も自僕ら然でも、すね。僕らも外のところにいるお客さんの家に行ったりして、パッてかかってる間、あ、これあれですねとか、遠くから見て、あれあれでしょって言ったら、なんで分かるんですかって、それは分かる、分かっちゃうんですよ。もう身についてるから、もう、ね。あそこに犬が歩いてるのと同じような感覚で見えちゃうわけじゃないですか。それと一緒なんですよそうね。ですよね。例えば日本語だと、何県の人かなとか、東北の人かな、九州の人かなって、ちょっとわかるじゃないですか。だけど、英語だったら僕は全然わかんない。アメリカ人なんだか、イギリス人だかもわからないぐらい。だけど、例えば、ケリーさんとか聞きになると、これ南部の人のとか、東海岸の人の近いの、まあ、全あ部るいはは、わからないですオーけストど。ラリアの人の英語だなとか、イギリス人の英語だなっていうのは、それ僕もらがわかんないですよ、本当す。いやいや、もうそれも、その最近ちょっとわかるかなぐらいですね。それこそ本当10年経
立ってからみたいな。すぐはわからないです。わかるっていうのが、でもそれがね、それが身についたっていう、そこで身についたってなるんでそしれがょ身についたってことですね。もちろん知識としては知ってるんですけう。ど、なんかイギリス人は R を読まないとか、なんかね、アメリカ人はこういう T を抜けるとか、知識は知ってますけど、実際にそれを聞いて、ああ、そうだっていう、わかる直までやっ感ぱ的に10ね。年、20年、15年ぐらいかかっそうでて、すやっね。と、そうですああ、ね。確かそにんなそう感でじす。がそすれる、のみ印たい象。な。そんなもんでだからすよ。そういうことがね、やっぱりまずそう10い年。う人間、それってなかなか AI にはやりにくいっていうか難しいんじゃないかな。そのそうですよね。論理的じゃない思考というか、直感的というか、そうですね。その僕今よ日本当く、たまたま大学、日本一に行ってきて、理系の大学の研究室の日本一に行ってきて、AI がどれぐらいまで進んでるか、見せていただく機会があったんですけど、まだ、例えば雰囲気がわかる AI がやっと研究してるとか、会話の中の雰囲気が楽しいのか盛り上がってるのか、それって人間はわかるんだけど、AI はまだわからないのが、今やっとわかるようになってきたとか、まだそういう段階なんですよね。だから、AI は。意外とまだだなと思って、すごい進んでるけども、脅威ではないなってちょっと思ったんですよね。だからやっぱ AI 人間がすごいとと。かコンピューターのことわかりませんけど、そっちに任せられることはね、もう徹底的に任せても人間が楽になりたい。でも人間にしかできないことをもっと突き詰めていける余裕ができるんじゃないかな。だから、よく感性の情報処理能力っていう言葉を使うんですけあ、好きだなとかね。あ、この人好きだなとか、この人嫌いだなとか、あ、綺麗だなとか、あ、綺麗じゃないなとかって。これはもう本人、その人の、好みというかそういうのだけど、客観的に判断するんですよね。瞬時に。いや、だから僕もそれをちょっと思うんですけど、例えば美術にしても、例えば今、AI ってすごい、例えば写真的なものを、なんか作り上げたりできるんですよね。例えば綺麗な女の人のなんか写真とかってできるんです、AI だと。でも、あれは基本は模倣なんですよ。データからの模倣なんで。でも、それ以上のものは、やっぱりアートだと思うんです。だから、そういう意味で、誰でもできちゃうテクニックの簡単なものが AI のレベルだと思うんですよね、やっぱりね。それはもう統計とその模倣なんで。で、そうするとオリジナリティはやっぱ AI には無理なんで、そこで、そうすると、まあ、今いわゆるちょっとくだらないもので当たってるものがなくなってきちゃうとか、だからもしかしたら本当にアートで残っていこうと思ったら、もうむしろ大変になってくるかもしれないけそうど、ですね。そういう意味でいい傾向なのかもしれないですね。そうやって捉えるとですね。可能性はあるかなとちょっと思いますね。もう大いに AI にやってもらうことはね、やってもらって人間は本当に、なるべく働かないで、面倒くさいことはやらないで、だけどもっと面倒くさいことをいっぱいこう、楽しめるっていうか、そういう、だから、余暇というか、自分を磨くことがもっとできないとね、本当楽にいしわゆるくなる。創作というジャンルが強くなりますよね、なんかね。でも日本の発想っていうのは、鉄腕アトムとか今思ったんだけど、あれ人工知能ですよね。それとか、ドラえもんとかね。あれ心があるじゃないですか。だから、ああいうものがロボットであるっていうことを、非常にこれからの、そういう AI の発展はど、何を目指すべきかっていうのは、とても、もう何十年も前に日本人は示唆してるんじゃないかなって思いまあ、すそうね。ですよね。だから一そう番でそすのね。じゃあ、ちょっと時早に、い進みましごめんなさい、これで話終わりにょう。し全て然く進れる。んでない。全然進まない。すいません、シンポジオのお話です。すいません。はい。来週もう木ね、曜来日週でですすね、来ね。週の木曜日ではすい。まだもしかしたら受付大丈夫かもしね。れまませだんのね、で。大丈夫です。8月なんでね、ちょっとまだまだ余裕がそうあでりすまか。すので。そうですね。一部詩に興味のある方で、ちょっと雰囲気と味わってみたいというか、先生の演奏とお話と、あと、
まを、あ、今あ回と、のステーキマデンはさんのね、自然を楽しむということなので、本当の贅沢とはどういうこと？今はもう買ってクーラーが入ってたり、車で移動できたり、まあちょっと一緒に行こうと思ったら、まあ車で2時間ぐらい乗れば彼女に行けるんだけども、でもそこに行かなくても歩いて10分ぐらいで一緒に行けたっていうのは、この方が贅沢じゃないかなとか思うんですよ。だから、何が本当の贅沢なのかっていうことをもう一回ね、追求してみたいなと思うのと、それから贅沢ができる身分っていうのが、どうも未だに、やっぱり、ああいう暴動が起きてしまったりする、フランスとかは本当に贅沢ができる人、やっぱり限られた人たちで、日本のこの江戸時代のこういう庶民、一番身分の低い商人とか、あるいは職人、八っ熊さんたちが、今考えると、フランスの貴族以上の贅沢をしてたなっていうのは、僕はもう感動的でね、そういう話をしたいなと思います。いつもの通り、かきでんさんのお料理と、あと、この床の間にですね、清流さんの美術品を飾っていただいて、くんですけれども、今回は須田国太の作品ですね。外へと似てもどうかなと思ってますけど。ちょっと飛びますけども、この話から。そうですね、須田国太という画家なんですけども、このしか作も、品これはすごと、い。大きい書だってかっこいいですよ、これ。これは直こに。れ大きいんですね。結構大きいですね。え、すじゃあごい2です。つ作品持ってかれるんですよね。これと、このショット。こちらは？こちらは持ってかないです。歌舞伎の、これも持ってきます。あ、これ夏祭り。あ、さすが先生。そう、七こ色れ。でですね。あ、そうです。最初見たときは、この入れ墨みたいなのが、どなたでしょうって思ってたんですけど、ちょっとですよね、確調かに。べてみ夏まし祭り。あ、そうですね。た。はい。夏なんで夏祭り。夏祭り、浪花鑑という作品で、ですね。そうですね。大阪が最初、初演ですね。で、まさに初関西弁世、です片岡仁左衛門が演じた歌舞伎狂言。で、この人侠ものみたいな言い方されますよね。そうですね。で、実際に、そうですね。で、ちょっと今、戻しますけど、魚屋さんなのかな？これちょっとこれこはの、だから棒みたいな魚感のじ。棒ですよね。このね、天秤棒をね。天秤棒ですよね。天秤棒って言うんですね。最初これなんだっていうふうに思ってたんですけど、僕ら誰も監督棒は何でしょうって、わかんなかったそう、です。何です最初わかんなくて、そう、か？歌舞伎の知識、何が？何を持歌っ舞伎ての知識がなくて、何持ってんだろうね、みたいなところから始まって、そう。で、調べていくと、あ、この歌舞伎の作品で、は、もう本当に関西っぽいドロドロした芝居で、夏の、関西のお祭りのお囃子が聞こえてくる。そのでだんすじね。りとかですよね。ドロッとした。暑い感で、じ。長町、あ、暑そう。暑い感じの、まあ、親殺ししちゃうんですね、親でしたっけ？確かね。親じゃそうですね。育ての親ねとかそんな、育ての親とかそんな感じですよね。でも、まあなんかこういう、そうですね。ちょっと見てみたくなりましたね。で、こういう状況と、あとさっぱりして出てきた、小ざっぱりして出てきた時のかっこよさの対比みたいなのもすごい、こう、枠みたいなことを書いてありましたね。かっこいいっていう感じがしますね。で、まあ、江戸でもね、これは関西ですけど、上方ですけど、江戸でも上演されているっていう書いてありましたね。前の亡くなって注文したんで、ルーバイトしたかな。この二今つをちょっと外れて。並べてみたら面楽しみです。楽しみにしております。そうですね。ちょっともう時間になってきたので。いろいろ、でも、いいお ど話うぞ、また先生さん。そうですね。シンポジオン、まだ席があるようなので、ぜひぜひ、夕涼ごみ一に、ぜ緒さひせていいらたしだていたさらい。嬉こしいの、でもう、す。暑い夏はもう、あととうで、とう、疲れてます。そうです涼しね。そうコなメ感ントじ欄でに貼っおておきます。では、ご挨拶させていただきます。
金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一部史、日本の音楽から日本文化まで、一部史総計一部先生と語る、ここのところ、ところ整う時間。また来週の金曜日にお会いいたしましょう。ありがとうございましありがた。とうございました。